はい、ということで引き続きやっていきましょう。クイズミリオネア目指せ1000万円ということでね、今週もやっていきますけれども、ちょっと今週はですね、ちょっと急がないといけないんですよあんま撮影してる時間もないし、編集してる時間もあんまりちょっと余裕がないということでね、ちょっと差し迫ったことがあったので、ちょっと時間がないということでね、急ぎでやります。なので今回はね、挑戦時間1時間でどんだけ頑張れるかみたいなところでね、やっていきたいと思います。ちょっと今回も2時間ってやるとちょっとスケジュール的に厳しいので、1時間短期決戦でやっていきましょう。クイズミリオネアスタート。公衆電話のプッシュボタンで5のボタンの上にあるのはどの数字？時間はたっぷりとあります。ゆっくりと考えてください。公衆電話の公衆電話あんま触らんもんな この問題の当時は公衆ボタンよう使っていただろうけど、今使わないもんな。でも上から 1,2,3,4,5,6,7,8,9 で、シャープ0米印かなんか、そんな感じの並びなんだろうな。ってことは5のボタンの上やから2だね。2だ。本当に今の答えで間違いありませんか？オーケー、ゲー、行ってまえ。その答えで正解。オーケー、ゲーだー。剣道の防具で通常一番最後に身につけるのは何？ A. タレ、 B. 銅、 C. コテ、 D. 麺。この問題まではもしも正解できないと麺でしょうな。なんか知らんけど、その試合の時一番最後に被ってんの麺っぽい。もう変更することはできませんよ。麺でしょう。もう一度聞きます。その答えのままでいいんですね？行ってまえ。もしも正解ならば、あなたは少なくとも10万円を獲得することができます。でも残念ながら正解では違うの？麺じゃないの？間違いです。何？正解は C でした。コテ最後。なんか柔道の試合で一番始まる前にこう麺をかぶってるみたいな、そういうシーンを思い浮かんだけどな。違うんですか？やり直し。大老井伊直弼が開国に反対した尊王攘夷論者を処刑した幕末の事件はどれ？いやどれも聞いたことあるな。蛮社の獄、B、これなんやこれ、維新かな、維新戦争かな、C、天保の改革、D、安政の大獄。いや、どれもなんとなく聞いたことあんな。ちょっと俺のその歴史問題外してっていうのは聞き入れてくれないんだな。よし、使いましょう。一つ目のライフライン、今回もこのシステム健在です。 Google 先生使います。はい、じゃあ録画開始です。はい、そしたら、今日なんでこの Google はこんなになってんの？今日撮影日が3月8日なんだけど、何がある日なんかすごい楽しそうなやってん。なんかすごい楽しそう。俺なんこれわからんけど、何をしたんやろ。井伊直弼事件。井伊直弼、井伊直弼で事件。ちょっと今日はこの無線のマウスの調子が悪いんだよね。井伊直弼の事件、桜田門外の変ではないな。安政の大国かな。ちょっと安政の大国で調べてみるか。安政の大国、
安政1858年から1859年にかけて江戸幕府が行った弾圧を、いや、安政の大国ではないな。日米修好通商条約を勝手に結んだ井伊直弼が、その批判を寄せたやつ、反対派のやつらを次々に処刑していくっていうのが、安政の大国ですね。日米修好通商条約っていうのは、ああ、でも開国を要求してるってことが、貿易を始めるように要求し、これじゃあ安政の大国なんかな。あ、ここ書いてるわ。尊王攘夷運動、尊王攘夷運動、天皇を尊び開国を反対するという尊王攘夷運動が全国に広まっていく。はいはいはい。ということだね。そうだ。ということは安政の大国だね。わかった。ありがとう。じゃあついでに、ついに、今回はもう歴史のお勉強です。歴史のお勉強。万社の極は何ですか？ちょっと、この、キーボードの今日の無線の感じがね、うまいこといかないんだよね。万社の極。これは何ですか？万社の極。ウィキペディア詳しすぎて分かりにくい時あるよね。言論弾圧事件。鎖国政策を批判したため、捕らえられて獄につながれるなど、罰を受けた。もうこれも似たような感じの事件なのかな。いや、わかんないですけどね。いや、わかんないですよ。適当に言ってますからね、私はね。あんまり信じないでください。万社の獄。弾圧事件。異国船打ち払い令。まあ弾圧事件ですね。安政の大国も弾圧事件だもんね。維新戦争、戊辰戦争か。戊辰戦争、戊辰戦争は王権復古を経て明治政府がを樹立した薩摩藩らを中核とした新政府軍と旧幕府勢力およびの同盟が戦った日本の内戦。まあ本格的な戦争ということですね、これは。なるほど。明治政府と旧幕府が戦った戦争が戊辰戦争と言ったということですね。じゃあ最後、天保の改革。はい、天保の改革。政府や諸藩の改革の総称。享保の改革、寛政の改革と並んで江戸時代の三大改革の一つに数えられる。貨幣経済の発達に伴って、
なんて読むんこれ読めない字が多いね。切迫なのかなこれ。なんだ。逼迫した政府財政の再興を目的とした。またこの時期には諸藩でも藩政改革が行われた。まあ江戸三大改革のうちの一つ、それが天保の改革だったということですね。すごいお勉強になりましたありがとうございました。ということだそうです。いやー、いろいろお勉強になりましたね。ということで私の答えとしては安政の大国ですね。ファイナルアンサー。別に無理して答える必要はありませんよ。無理してねーよーって。無理してねーよーって。ファイナルアンサー、早く答えください。あとは10万円を獲得しています。それが今15万円になりました。 OK、 来ました。安政の大国ありがとうございます。 Google 先生。さつまいもの栽培の進めを甘藷先生と呼ばれた江戸時代の蘭学者。ん？ちょ待って。さつまいもの栽培を進めか。甘藷先生と呼ばれた江戸時代の蘭学者。知らないですね。A、尾形京庵かな？B、高野長英。C、青木昆陽。D、佐久間昭山。わからないっすね。なんかちょっと青木さんっぽい感じはすんねんな。青木さんっぽい感じだけで答えれる問題じゃないな。テレフォンで行こうか。ね、誰が来る？今日は誰や？友達に電話かけましょう。もしもし。もしもし。クイズミリオネアのミノモンタです。まあミノさん、あ、青木と申します。1000万円まで続く長い道のりのちょうど中間地点です。あなたのお友達が大金を掴んでさらに1000万円に近づくためにはあなたの助けが必要です。あ、はい。それじゃあこれから問題と4つの選択肢を出します。でも正解はたった一つです。お願いします。青木昆陽か尾形公安のどちらかです。確か青木昆陽だったと思います。もし違ってたらすみません。いや、謝られても困ります。ありがとう。謝られても困ります。行きましょう。青木さんで行きます。なやこの喋り方。青木さんで行きまーし。おめでとう。オッケー、来たー。ザース。あざーす。テレフォンの人、ちょっと俺誰か聞いてなかったけどメールチェックしてた今ゲーム実況中にメールチェックするな。続いては9問目の問題バカ野郎解散と呼ばれた衆議院の解散は誰が首相だった時の出来事。A. 鳩山一郎、 B. 吉田茂、 C. 岸信介、 D. 池田勇隼人。じゃあ O です。どんどん使っていこう。もうどんどん100万円のねチャレンジを増やしていきたいからね今回。1時間しか収録できないから。挑戦者を助けてあげてください。俺を救え。ちょっと割れたな。どうやら B が正解だと思う人が多いようです。多いんだけど D も捨てきれない人がいると。どれを選びますか。B は誰だ。吉田茂か。か池田隼人。じゃあ吉田茂で行ってみよう。その答えが一度オレンジ色に変わるともう変更することはできませんよ、はい、もう変える気はないです。もう一度聞きます。その答えのままでいいんですね。おう、いいんだ。ファイナルアンサーだ。さあどうなる。たった今75万円があなたのものになりました。よーし、来たぞ。100万円。歌詞にキオスクという言葉が登場する日本レコード大賞受賞曲はどれ。 A. パラダイス銀河、 B. 踊るポンポコリン、
C 寂しい熱帯魚、 D 北の国から、あ、違う、北の宿からか。何やろう。もしもこの問題に正解すれば100万円が確実にあなたのものになります。キオスク、キオスクやからやっぱ駅、鉄道関係でしょな。となると北の宿から、パラダイス銀河的な、どっちか的なや感じがすんねんな。ちょっと使うかもライフライン。それでは早速4つの選択肢を2つに減らしましょう。さあ、これからコンピューターが間違った答えを2つ消してくれます。残った2つのうちの1つが正解です。おお、パラダイス銀河と踊るポンポコリン、どっちかな。こうなるともう踊るポンポコリン回りそうになってくんだよな。なんか、あ、ちょっと BB クイーンズ、キオスクという言葉を入れないでくれ、頼む。パラダイス銀河で行こう、行ってみよう。いい、ね、OK、 もう俺はコントローラー置いたぞ、頼む、行ってくれ。もしもこの問題に正解すれば100万円は確実にあなたのものになります。でも残念ながら正解ではありません。代わりに10万円だけ持って帰ってもらいます。二択をミスるか。正解は B でした。おい、 BB クイーンズ、あの人、あのメガネの人、ほんと入れんといて言うたやん。マジか。おめでとう、10万円はあなたのものです。オッケー、じゃあ再調整行こう。もう急がないと1時間経つぞ。もう30分になったぞ。行こう行こう、急げ急げ。日本の500円硬貨にデザインされているのはどんな植物の花？ A 桜、 B 霧、 C 菊、 D 梅。500円硬貨、この問題に正解すれば50万円があなたのものになります。ただし間違えるとあなたはこれまでに獲得した25万円のうち15万円を、これでも新しくなったんだよね、500円硬貨。ゆっくり考えてください。2000年代に新しくなってんだよね、この4、5年、もうちょい手前かもしれんけど、うん、7、8年ぐらい前に変わったんだよね。でその自販機が500円、新500円玉に対応させるみたいな、あったよね。だからこの頃はまだ旧500円だもんね。だから今の500円硬貨を見てもそれは分かんないんだろうね。いや、あるんだよ、その目と鼻の先ぐらいにちょっと500円玉ぐらいあると思うんだけど。見たところでなんだろうな。でもこれでオーディエス使うのもな、5万円、じゃあ50万か。なんやろな、桜、菊、豪華な感じやねんな、多分相当豪華な感じやねん。あんなでかい硬貨やから、500円硬貨ってでかいからちょっと豪華な感じにすんねんな。ってなると菊かを桜やと思うね。菊な、菊はでも100円硬貨ぐらいにありそうやねんけどな、菊。となると桜かな。ちょっと桜で行ってみるか。これでグーグル先生使うのも尺だから。その答えが色に変わるともう変更することはできませんよ。お、行ってみよう。もう一度聞きます。もういいんだ、それで。その答えのままで。それでいいんだ、聞かなくていいんだ。いいんですね。おお、行き上がれこの野郎。正解。と言いたかったのですが、違うか。間違っています。なんやね。正解は B でした。キリ、何それ。ちょっと調べよう。そんなことあります？そんなことか。いやー、あなた10万円を獲得しました。ちょっと待ってください。500円硬貨。
残念ながらこれ以上先に進むことはできませんが、本当によく頑張った。あなたはよく頑張りましたよ。500円玉。あなたはもう一度ここに帰ってきてくれるはずです。画像。ミリオネア。これが今の500円玉だね。これが今の500円硬貨。500円硬貨。2000年なんや。そんな最近でやったんや。もうなんか7、8年ぐらい前と思ってたわ。2000年8月に変えたんか。ああ、そうですか。あ、表面。表面切りって書いてあるな。表面なんや。ああ、そう。ちょっともう一回画像見よう。表面に切りがあると。これか。そうなんや。ほー。そうですか。なるほどね。これがそうらしいですよ。切りだそうです。お、切りだそうですよ。はい。ということです。現場以上です。現場以上ですじゃないわ。引き続きやれっつうの。ということでやり直し。大相撲の土俵の直径は何メートル？ A 4.55 メートル、 B 3.55 メートル、 C 5.55 メートル、 D 2.55 メートル。もうこれは分からんわ。5.55 メートルぐらいの感じはするけどね。この問題に正解すれば50万円があなたのものになります。ただし間違えるとあなたは、これじゃあ使いましょう。これまでに Google 先生15万円のうち15万円を失ってしまうことになりますよ。はい、ということでお願いします。 Google 先生、ゆっくり考えてください。土俵の直径、土俵の直径、はい、その中央に直径 4.55 メートル、15尺って書いてますね。ということは 4.55 メートルでした。 5.55 メートルじゃなかったんだね。そっか、意外と、まあでも 4.55 ぐらいかな。ようわかんないわ。テレビでしか見たことないからようわかんないわ。そんなもんなんですね。はい、わかりました。ありがとうございます。ということで 4.55 メートルでいきましょう。別に無理して答える必要はありませんよ。さあ、それでは聞きましょう。ファイナルアンサー、おめでとう。50万円があなたのものになりました。よし。日本サッカー代表チームのドーハの悲劇とは、どこの国で本大会が開催された時の予選？ A イタリア、 B アメリカ、 C フランス、 D メキシコ。ドーハがあるのは、あれどこだったっけ？また間違えると失ってしまうかもしれない。ドーハがあるのは、40万円をかけて勝負してみることもできます。ドーハがあるのどこだったっけ？カルカッタとか。カルカッタやったっけ？カルカッタじゃないな。なんかどうか、なんかそこら辺のアジア予選の時に行くようなとこなんだよね、ドーハは。で、それの本大会がどこかってことでしょ？いやー、それはわからんて。それはわからんて。電話するか。ちょっと詳しい、サッカーに詳しそうな人お願いします。クイズミリオネアのミノモンタです。はじめまして、柏木萌子と申します。柏木さん、獲得賞金がかなり高くなってきています。柏木萌子さん、いやー、ちょっとサッカー詳しくなさそうやな。俺でも分からへん、俺でも分からへんのに女性で分かるかだよね。それじゃあこれから問題と4つの選択肢を頼みます。お願いします。でも
正解は柏木真子さん、お願いします。これはこの間何かのテレビで見たんですけどね。お、見た。お、普段あまり興味のない分野なので。でも確かフランスじゃなかったかな。お、アメリカだったかな。え、やっぱりアメリカだ。そうですよ、アメリカですよ。間違いないです。2点3点しよんな。ありがとう。2点3点しよったで。お友達の言う通りに B を選んでも構いませんし、いいのかアメリカで。別の答えフランス、あ、もうあれはアメリカに行こう。本当に今の答えで間違いありませんか。もうどっちみちわかんねえし。素晴らしい。おお、すごいな、柏木真子さんすごいな。テレビ見ててくれてありがとう、本当にありがたい。大きいものでは体重が15トンを超すという世界最大の魚類は何？A、シロナガスクジラ、 B、マンゴー、マンボウか、 D、あ、じゃあ C、ダイオウイカ、 D、ジンベエザメ。もしもこの問題に正解すれば100万円が確実にあなたのものになります。ジンベエザメはでも海遊館にいるんだよね。大阪の海遊館に 今いるか知らないけどいたんだよ。うん、海遊館の大水槽で買えるぐらいだから15トンもないかもしれないね。ってなるとシロナガスクジラになるんかな。と思います。ダイオウイカもあの NHK の番組で見たけど謎です。謎すぎるから、あいつが15トンを書かれるかどうかだよね。いやー、わからんて。でもダイオウイカやとして、ダイオウイカをそう魚類として扱っていいの？軟体動物じゃないですか。いやー、シロナガスクジラでいいような気がするんけどな。一応ライフライン使うか、オーディエンスで。なるほど、オーディエンス使うんですね。では確実に100万は取っておきたいから。キーパッドの上に指を置いてください。おー、お願いします。挑戦者を助けてあげてください。お願いします。うわ、割れる。どっちが正解なのか。割れる、ね、ジンベエザメとダイオウイカで割れる。そうか、ダイオウイカ行ってみるか。ジンベエザメはちょっとな、そんないかんと思うねんな。ちょっとダイオウイカで行ってみよう。本当に今の答えで間違いありませんか。 NHK のあの番組頼む。あのサイズ感がもう謎だったからね、あのダイオウイカの回。もしもこの問題に正解すれば100万円は確実にあなたのものになります。でも残念ながら正解ではありません。違うか、違う、ダイオウイカじゃない。10万円だけ持って帰ってもらいます。なる、どれ正解は D でした。あ、ジンベエザメでええんか。マジかよ、むずいな。よし、次ラストチャレンジいきましょう。かつての神津家の国と呼ばれた地方は現在の何県？ A 栃木県、 B 福島県、 C 茨城県、 D 群馬県。もうわかんないっす、これはわからない。もう使いましょう。Google 先生です。この問題に正解すれば50万円があなたのものになります。ただし間違えるとあなたはこれまでに獲得した25万円のうち、ちょっとミノさん喋ってる中で検索します。神津家の国、ゆっくり考えてください。神津家の国出ました。曹洞地域、領域、群馬県って書いてますね。はい、ということで神津家の国は群馬県でした。はい、ありがとうございます。ありがとう、グーグル先生。
はありますか。じゃあ行きましょう。群馬県で、ファイナルアンサー。おめでとう。オッケー、ありがとう。50万円。長い間芸能界で活躍して国民栄誉賞を受賞した本名増永信夫という人は誰？ A. 黒澤明、 B. 渥美清、 C. 吉田勝、 D. 藤山一郎。はあ。もしもこの問題に正解すれば、いや、わかんないです。100万円が。もしもし。おじいちゃんやな。クイズミリオネアのミノモンタです。おじいちゃん来たよ。どうも皆さん、三宮健介です。ファイナルアンサー。名前の癖がすごい。緊張感が増しました。名前の癖がすごい。三宮健介。100万円の小切手が置いてあります。でもこの100万円が確実にお友達のものになるためには、いやいや、癖がすごいな。名前の、はい、どうもこんにちはっていう感じの。責任重大というわけじゃな。それじゃあこれから問題と4つの選択肢を出します。でも、お願いします。正解は詳しそうやな。でも詳しそうや。黒沢明か渥美清やと思うんやけどな。本名のことはわからんが、藤山一郎は確かに国民栄誉賞を取っとるぞ。だけ？ありがとう。だけ？お友達の言う通りに。だけですか。D を選んでもいいし、自分自身の決断に従って、そんなんで決断できます？なあ、もうでも三宮さん信じるか。もう俺よりずっと長く生きてるだろうからね。ファイナルアンサー、それを信じてみよう。藤山一郎。あなたはすでに75万円を獲得していました。そして今100万円。オッケー、三宮さんありがとう。おじいちゃんありがとう。素晴らしい、来ました。本日初100万円ラストチャレンジにしてようやく来ました。いやー、よかったよかった。かつての郵政省が再編された省庁はどれ？A. 厚生労働省、 B. 経済産業省、 C. 総務省、 D. 国土交通省。かつての郵政省、なんか総務省か経済、総務省か厚生労働省っぽいんだよね。答えた方がいいと思いますよ。オーディエンス行こうか。挑戦者を助けてあげてください。助けてください。おお、来た室井さん。 C に集まっています。 C です。おお、ご覧のようにオーディエンスの答えは一箇所に集まっています。事件は現場で起きてました。室井さん、ということは総務省だな。お、信じるぞ。その答えが一度オレンジ色に変わるともう全面的にお客さんを信じる。もう一度総務省だ。その答えのままでいいって言ってんだろう。いいんですね。さっさと正解か不正解か教えろ。どちら？100万円はすでに確実に新たなものです。でも今はそのことを忘れましょう。なぜか150万円が今、よーし、150万円あざす。サッカーの小野伸二選手が移籍したフェイエノルトがあるオランダの都市はどこ？ A. アムステルダム、 B. ライデン、 C. ハーグ、 D. ロッテルダム。フェイエノルトのある場所知らねえな。フェイエノルトは聞いたことあるんだけどさ、オランダの都市名までわかんないよ。そもそもオランダのチームなのかっていうのを知らなかったのにさ。いやもうちょっともうヒッピヒッピ使わせてもらいます。なんちゃらダムが残ると怖いな。なんちゃらダムだけ残ると怖い。残った2つのうちの1つが正解です。お、ロッテルダムかライデン。 B ですか、それとも D ですか。ほう、フェイエノルト。
そうですね。わからないですね。ロッテルダムにするか。ロッテルダム、フェイエノルト。フェイエノルト、ロッテルダム。フェイエノルト、ライデン。ライデン、フェイ。わかんない。ロッテルダムで行こう。別に無理して答える必要はありませんよ。さ、それでは聞きましょう。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。あなたはすでに150万円の小切手を獲得しています。でも250万円の小切手と交換しましょう。おーほほほ、来た。ロッテルダム来ました。ありがとうございます。よーし、あ、今までにないパターンでミノさん来たから怖かった。本当に初めて聞くパターンさ、ここまでやってきて。ありがとうございます。あなたは今250万円を手にしました。そして次は全15問のうち13番目の問題です。そうだよね、まだ3問あんだよな。1000万円の半分、つまり何の後ろ盾もない状態であと3問やらないといけないんだよ。4択クイズを3問やらないといけないの。怖いぞ怖いぞそれ。続いての問題。おお、次の問題は何だ。女優宮沢りえがモスクワ映画祭で最優秀女優賞を受賞した作品はどれ。 A 天守物語、 B 運転手の恋、 C 遊園興務でいいかな、 D 釣りバカ日誌。モスクワの映画祭、これまでに獲得した250万円のうち150万円を失ってしまいますよ。釣りバカ西宮沢りえ出てたの。ゆっくりと考えましょう。そもそもでもあれは山田洋次監督の喜劇だよね。釣りバカ西っちゃうわ。山田洋次じゃないわ。山田洋次監督じゃないわ。釣りバカ西っちゃう。そもそも原作が漫画やもんな。そっか、じゃあ宮沢りえ出てるかもしれんか。いやーでも映画祭で最優秀女優賞を取るぐらいのものって言ったら、あとの映画知らないんだよな。釣りバカ日誌以外知らないんだよな。イエモンでしか知らんねんな俺はな。宮沢りえな。もうあとサンタフェしか知らないんだよな俺は。宮沢りえの知識はそれぐらいしかないって。いやーもう家門に出ててサンタフェを取ったぐらいしか記憶にないんだよね。運転手の恋、遊園興務、天守物語。どっち、どうしようかな。 A か C で悩んでみるか。 A か C で悩んで、天守物語で行ってみようかな。ちょっと怖いけど行ってみよう。天守物語、ファイナルアンサー。さあどうだ。あなたは250万円を持ってドロップアウトすることもできました。でもそうはしませんでした。あの時ドロップアウトしておくべきでした。というのもあなたの答えは間違っていたからです。違うか。正解はもうなんよ。 C でした。あー C か。 C でよかった。くそ。やっちまった。くそ、その感じばっかりのな、その感じ、なんかモスクワに受けそうな感じのね、感じがこうずらーっとなる感じ。伝わります、今言ってること。感じがいっぱい並んでる感じがモスクワに受けそうな感じだったねっていうのを言って。そうなんだよな。あ、悩んだんだよ A か C かでね。
ということで、ちょっと今回ね、短くなりましたけど、編集したらどうなるかわかんないですけどね、ちょっと時間が取れないということで、ちょっと短めにさせていただきました。成績としては13問目で失敗ということでね、まだ終わんないですこれいつなのとミリオネア終わんの、いや厳しいね、うん、ということで、今週はここまでにしたいと思います。また来週、引き続き1000万円を目指してねやっていきますので、また来週の方もお楽しみしていただければなと思っております。ということで今週はここまでにしたいと思います。また来週お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。